本日から、チームに合流しました永井選手です。よろしくお願いします。まずは、ヴェルディ久しぶりの復帰となりましたが、はい、練習に参加してみてチームの雰囲気いかがでしたでしょうか。まあね、楽しかったです。まあね、噂には聞いてたんですけど、若い選手が多いんで本当にこうなんか新鮮で、楽しかったです。ヴェルディ復帰するにあたってですね、このクラブでこういったものを残したいというようなものを、お持ちだと思うんですけれども、ね、その辺の、お気持ちを。いやいや、そんなね、偉そうなことは言えないですし、まあね、自分が、ね、やれることは本当に全部やりたいという、それがね、そのチームの、ね、ためになればというだけですかね。本当にね、ヴェルディ好きですし、ヴェルディがね、本当に今回、ね、J のチャンピオンチームになれるように、まあ、魅力ながら全力を尽くしたいですね、はい。昔のヴェルディを知っている方、本当にJ 開幕当初の黄金時代を知っている選手がまたこうして選手で戻ってくるというのは、はい、クラブにとってかなり貴重なことというか、昔の姿を知っている選手が来るのは非常に貴重なことだと思うんですけれども、若い選手が、まあ、多いチームの中で、永井さん自身この先こういった部分でチームに対してこうなんか貢献できるんじゃないかとか、そういったようなものが思いあれば。そうですね、まあ多分 ね、 ね、僕だけじゃなくて、まあ、みんなの思いがね、こう一つになることじゃないですかね。本当に、ね、ね、毎試合、ね、いいサッカーをして勝つとか、ね、J1 に上がるとかでね、まあ、その先本当に、ね、J のチャンピオンに返り咲くとか、そういうまあみんなの思いが、ね、大切かなと思います。今後、期待しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。